努力にカラフルな色をかけて努力を褒めてほしい虎を描きました。昔々森の奥に努力を続けることであの動物たちに疎まれてしまった大きな虎がいました。なかなか周りが努力を認めてくれないので努力を認められる方法を聞きたくて人間の言葉を学びました。彼らなら努力が認められる方法を知っているはず。人間と話すのを心から願っていました。ある日森を散歩していた少年がこの虎に出会います。少年は虎を前にして怯えましたが、虎は人間の言葉で怖がらないで君には何もしないよと話しかけ、虎は少年に自分の努力の話をしました。私は他の動物たちと仲良く暮らすため努力をしている、なのに誰もこの頑張りを褒めてくれないんだと語りました。少年は虎の瞳に映る寂しさに心を打たれ、君の努力は本当にすごいと思う、こんな大きな虎が言葉を学ぼうと思ったなんて君は本当に特別だよと褒めました。虎はその言葉に感動し、努力が報われたと感謝の涙を流しました。そして少年と虎は森の中で親友となり、共に森と人間たちの駆け足になるために努力を続けました。